ばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。広島県出身22歳のピコと藤本冬香です。こんばんは。すごいな。怒涛のこんばんはだ。ありがとうございます。ありがとう。ふっぴ元気、ふっぴめっちゃ元気ですね。すごくすごく元気です。めっちゃ元気だな。元気ですよ。それはそれは元気でございます。ちょっと今日は夜遅くなっちゃった、ごめんなさいね。10時過ぎちゃいました。まあでも10時過ぎたらなんだっけな、ショールームが空くのかな、よくわからないですけど、そんな感じだと。いいですね。ですねですね。大人のね、10時でできない人が出てくるもんね。ほんとね、そうですね。ありがとうございます。夜遅いのに。でも明日で金曜日なので終わりです。終わりので1週間が。お疲れ様でした。1週間ね、長いといえば長いし、短いといえば短いし、あっという間の1週間も明日で終わりということで、そう、明日中日ドラゴンズとなんですよね。カープはね、絶対に勝ちたいですね。いいな、なんか同じ愛知県にいるのに見に行けないのもどかしいですね。ね、同じ県にいるのに見れないのはちょっと寂しい気もしますがね。1週間本当に早いですね。だってもう終わりますよ、6月が。もう7月になりますから、早いですよ。あっという間に、もう来月は7月なので、早い早い、本当に早いですね。早い以外の言葉が出てこないぐらい早い。早いです。そう、今日はね、引き分けだったんですよ、カープは。まあね、最後9回でさ、負け臭いなと思ってたので、引き分けなだけ良かったですね。めちゃめちゃピンチだったんですけど、そう、もう今日いいやって思ってたらね、大丈夫だったので良かったです。
そう、堂林選手は絶好調ですね。本当にそう。堂林選手の時代が来るんじゃないかなって思ったりしますね。でもね、ちょっと野間選手をね、もっと出してほしい。今日ね、まあ、しょうがないけど、選手いっぱいいるし、今、カープの選手すごいね、ポジション争い激しいから、本当にね、そうなんだけど、しょうがないんだけどね。野間選手ってすごいね、すごいの。もうね、ちょっと前っていうかね、結構このカープが波に乗る前とかはね、結構、走塁だけのためにね、ダイソーで出ることが多かったんだけどね、そっからね、自分でね、掴み取ってね、めちゃくちゃ打つんですよ。去年もめちゃくちゃ打っててさ、なんならね、上位打線とかね、組み込まれてたのにさ、今年はさ、本当になんかダイソーとかでしかまだとか、もう途中の守備からとかでしかさ、役割がなくてさ、なんか、でもしょうがないんだけどさ、もなんか ね、悔しいよね。そう、でもしょうがない、本当に。でもね、他の選手もめちゃくちゃいい選手たくさんいるからね、しょうがないんだけどね。しかもまだ始まったばっかりだから。にしてもね、野間選手はね、取っておくのはもったいないぐらいね、本当にね、素晴らしいんですよね。めちゃくちゃ距離打つしね、ちょっとね、まだスタメンになってないから、今シーズンはしょうがないんだけど、野間選手の凄さを知ってる身としたら、もったいないって思っちゃう。ね、本当にそうだなって思いましたね。でもしょうがないよね、しょうがないんだよ本当に。9人しか出れないっていう決まりがあるからさ、しょうがないけどね、すごくしょうがないけど、1回ぐらいなんか絶対に結果残してくれると思うから、出してほしいなって思うな、個人的にはね。そう思いました。まあ足ももちろん速いんだけどさ、バッティングもいいのよ、野間選手ね。とでもちょっとそう思いましたね。でも負け越さなくてよかった、巨人と。全部引き分けですよね、だから3カードとも負けて1個ずつ両方が勝って最後引き分けだから、今日だけじゃなくてカードとして見ても引き分けなので、まあ負けなくてよかったなって思いました。勝てたらもっとよかったんだけど、カープは。そう、ちょっとね、ピッチャーがちょっと中継ぎ以降がまだあまり固まってないので、ちょっとなんかちょっと不安定なのでね、そこが固まれば。でも怪我した選手とかもいたからしょうがないけど、そう、中継ぎ出てからなんかせっかく大量得点してもらってもピッチャーで崩れちゃう場面が今日とかもあったからさ、そこをもっと良くなったらいいけどね。ね、まあそんなところですかね、今日の感想のコーナーでした。巨人はいきなりキャッチャー、あー、
巨人、そうですよね、骨折したんですよね。そう、巨人のキャッチャーが。そうなんですよ。でもさ、今キャッチャーしてる人、選手会長の人じゃないですか、ドラゴンズの。違ったらごめんなさいね、全然詳しくないんですけど、なんかあの人めっちゃなんかしっかりしてるなってなんか思ったけど、どうなのかな。わかんないけどね、なんかそう思った。そう思います。でも骨折ってさ、そんなにすぐ治んないですよね。なんか会社の人とかはなんか4週間は なんかなんとかかんとかみたいな言ってたけど、4週間で治るのかな。大変そうですよね、骨折って。もっとかかるイメージがあるので。どうなんだろう。あと今日はね、巨人ね、田中俊太選手出たよ。代走だったけど、田中康介選手とね、お兄ちゃんと弟だからね、見てて楽しいよ。田中俊太選手がさ、カープに来たら面白いのにね、兄弟でさ、同じさ、同じあれにさ、同じ球団に入ったらさ、面白い。面白いのにな。そう、兄弟に、そう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 ね、面白いですよね、それは。そう、兄弟でさ見ると面白いですね。すごいよね、兄弟2人ともプロ野球選手って。どんな、本当にすごいよね。まあこの辺で終わりましょう、野球の話は。本当すごいよね、すごい。でもプロ野球選手ってなるだけでもすごいのに、ましてや同じ家族から2人も出たなんて、なんかものすごいわ、ものすごいわって思いますね。姉妹2人とも48グループ、そうですね、48グループはいますね、確かに。それもすごいけどね、どんな気持ちなんだろうな。すごいよね。すごいよね。確かにね、すごいっす。何分までやろうかな、今日は。一体全体。今来た人がいる。こんばんはだって、こんばんは。
ロップ出たんだ。出てないよ私。まあいいや、もうなんかほんとありがとうありがとうね、ありがとう。でもなんかキリいい時だけでいいですよ、おめでとう。次はな、ちょっとよくわからないけどサッカーはサンフレッチョ、サッカーはそうですね、でも全然サッカーは詳しくなくて、そうなんですよ、全然に詳しくないですね、本当に。あまり、そうですね、なんなんだろうな、遠いからかな、あの会場があんまり馴染み、応援はしてるけど全然詳しくはないですね。野球ばっかりですね。そう、サッカーは一度もスタジアムに見に行ったことないですね。遠いというか、なんて言ったらいいの、なんか多分広島に住んでる人にしか伝わらないんですけど、広島の球場はもう街のど真ん中にあるんですよね。けどサッカーは超山の中にあるんですよ。だからなんか、なんだろうな、気軽に行けない感がなんか、なんて言ったらいいんだろうな、そうそうそう、もう超街のど真ん中にあるんですよ。もう一番広島の中で超一番栄えてますよみたいなところに、なんか野球のスタジアムはそこにあるので、なんかみんなね行けるんですけど、だからみんなもすごい行ったりね、そのまま街で飲んで帰ったりとか、大人の人とか。そうなんですよ、駅からも近いし。だけどサッカーはちょっと遠いので、なんかあんまり行ったことなかったですね。でもきっと見たら多分すごいなってなると思うけど、なんか行ったことはなかったですね。そう、見に行ったことある、なんだっけな、スポーツは野球と、あとバレーボール、全日本のバレーボールを見に行きましたね。それだけかな、見に行ったことあるやつはサッカーをちょっとルールがまあちょっとわからないんですよね。そう、影山優佳さん、そうそうそう、日向坂のねサンフレッチェ大好きなんですよ。街にね、なんか貼ってありますよ、あのなんだっけ、写真、そうそうそう、そう、広島バレーもあるんです。 JT サンダーズっていうねバレーボールのねチームがあるんですよ。 JT なんかよく CM とかでやってる JT っていうバレーボールのなんだっけな、バレーボールのチームがあるのでね、そこもね見に行きました。でもバレー部だったので、なんかそう、なんか見に行きました。バレー部の人たちと一緒に見に行きましたね。バレーはすごかった。男子バレーだったんだけど、まあ、JT は男子バレーなので、めちゃくちゃねすごいよ、本当にねすごい、なんか音がもうね腕が折れるんじゃないかっていう音がしますね、本当にかっこいいよね、バレーボールの選手もすごいね、びっくりした。あとね、応援が面白いかもしれない、バレーボールは。なんか風船膨らまして、風船でイエーイみたいなやるんですけど、すごい面白いですね。
バスケットもありますしね、いろいろなんかありますね、すごいなんかホッケーのチームもあるし、意外といっぱいあるなんかチームが。すごいよね、本当にね、すごいなって思った。本当にね、音がえぐいしね、人ってこんなに空中に滞在できるんだっていうぐらいね、滞在しててね、すごいですよ、ね、でもバレエとかもさ、なんだろうな、あれですよね、あのルールが分からなくいい人でもなんか分かりやすいですよね。私はずっとバレー部だったので、なんだろう、全然分かった状態でみんなと見に行ったけど、そうなんですよ。だけどルールを全く知らない人でもなんかポンって落ちたらピーってなるし、めっちゃ分かりやすいなって思いますね、バレーボールは。でもちょっと私もバレエずっとやっててもなんかいまいち分かんないルールとかもちょっとありましたけどなんかなんだっけな、なんかいろいろあるんですよ。まあ何のあれもそうだと思うんですけど、なんかなんとかなんとかみたいな。そう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 。まあでもね、わかりやすいと思いますね。また見に行きたいな。そうなんですよ。なんだっけな、なんか招待されたのかな、あのバレーボール部だからみたいな。なんだったっけな。とにかくバレーボールの部活で行ったっていう記憶しかつないですけど、すごくすごかったです。リベロはいますね。そう、リベロになりたかったなんてすごい思うけどさ、ちょっとなれなかった思い出がありますね。リベロ、私は打つのができないからリベロになるしかないなって思ったけど、リベロ専門でやるほどレシーブが上手くなかったなんでなんかリベロってかっこいいよね。でもなんだかんだどうだろうな、みんなが優しかったからバレーボール部楽しかったけど、同じチームの子たちがあの子たち人たちじゃなかったらなんか普通に違うスポーツが向いてたなとは今でも思いますね。全然身長高くないし、そう、本当になんか怖いし怖いし、なんかそれこそさ、なんだろうな、例えば卓球とかバドミントンとか、まあ、野球とかソフトボールとかもそう、サッカーはまあちょっと違うけど、でさ、なんか直接あの球とかが当たる、体に当たることってないじゃないですか。まあラケットとかバットとかそういうのを介して戦うじゃないですか。でもさ、バレーボールってさ、あの体に直接打ち合うゲームじゃないですか。なんか怖さ倍増なんですよねだからなんか普通に今となんて考えて普通に向いてなかったなって思いますね。普通にバドミントン部とかさ、あのなんだろうな、そういう、方が向いてたろうだろうなって思う自分でも。そういうのがね、怖くない人はいいけど、ね、私はすごい怖かった。そう、顔面に当たったこともあったし、痛かったしね、顔に当たるのも嫌だったし、そう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 、そこをめがけてさ来ないじゃないですか。もうめちゃくちゃさ、腕のさ端っことかさバンバンにさ人を狙うじゃないですか。それがもう怖かったので、そうなんですよね。今となってはなんかよくやったなって今すごい思いますね。今となってすごい思う、振り返ってみると。でも
その先輩も後輩も同級生もみんな楽しかったから、その空間が。だから続け、先生もね、顧問の先生もめちゃくちゃ楽し優しかったし、だから続けられた感ありますね。ちょっと今となっては、今もし高校とか中学に戻れるとしたら何部に入りたいかな。演劇部とかそういうのに入りたいですね。普通のなんかそういうなんか今に生きるようなのに入りたくなって。でも演劇部もねすごいよね。なんかテスト習慣とさ、あの演劇が被っててさ、台本覚えながらさ、テストの英単語とかもさ交互に覚えてる子とかいっぱいいてさ、本当にすごいと思った。あざだらけだ、そうあざだらけだったし、突き指もしたし、なんか膝の怪我もしたし、いろいろねしましたね。懐かしい。あの頃はよく接骨院に通ってた。野球のマネージャー、野球のマネージャーはね大変ですよ本当に。私はちょっとできないな。見るのは好きだけどさ、やっぱ大変だよね野球部のマネージャーって。本当に朝から夜までずっとさ、っていうか選手より早くなんなら来てさ、なんかご飯炊いておにぎりの準備したりとかさ、全員分の水をやるために洗い物したりとかさ、スコアつけたりとかさ、ちょっと私にはできない。なんか野球を見てさ一喜一憂したいからさ、そんなんできないじゃないですか。スコアボードとかつけてたらさ、あ、まあできるかもしれないけど、できないな。普通に客観視して楽しむ方がいいな。練習試合とかで審判、うん、したことありますね。バレーは試合審判もあるし、副審もあるし、フラッグマンだっけ、なんかインかアウとか言える人とか、スコアボードとか、バレー部バレーの時やってましたよ。もうめっちゃしんどいよね本当に。バレーのさ審判って本当にすごいですよね。なんかバレーにしてもさ、野球にしてもさ、今もプロ野球とか見ててもさ動かないじゃないですか、うん、なんかそういうのってさ本当にすごいと思う。審判バレーの時もさ、ずっと立ったままでさ、めっちゃもうなんか試合どうのこうのよりもさ、なんかレギュラーじゃなくてさ、審判やってた時とかは本当になんか勝ち負けとかも どうでもいいから早く終わって帰りたいって思ってた。正直本当にさ、もうめっちゃ足が棒になるの。もうほとんどがさ、そのアタックで決まるか決まらないかでさ、ほぼさこの役割とかたまにしか来なくてさ、あとはもうずっと立ったままなの何試合も。なんなら合宿の時とか一日中試合だったから、レギュラーに入れたり試合に出れた時はまあ、全然そんなこと思わないですけど、出れてない時代は本当に連続で6時間とかずっと立ちっぱなしなんですよ。もう本当にね、もうなんか自分のチーム負けてもいいし、もうどうでもいいから早くとりあえずなんか点早くついて早く終われってめっちゃ思ってた。本当に大変だよね野球の審判とかさ、特にさ一番主審とかさ、ずっとさ中腰で見てるじゃないですか。本当にすごいなって思う。本当に尊敬する。本当にすごい。もう足がね棒になったよ本当に。本当にねすごいよね、本当にすごいと思う。
審判とかさ。でも三塁側とか一塁側のコーチとかもなんか選手がさ来た時にはさ、まあ、次の指示出したりするけど基本的にはさ9回まで結構立ったままじゃないですか、まあ、腕振ったりとか指示をするけどでもなんか立ってるじゃないですか。大変だなって思う。本当にすごいすごいなって思う。審判会の全ての人たちに敬意を表したいですね。ね、立ちっぱってしんどいよね。アルバイトとかでもそうだけどさ、うん、なんか本当にさ思う。座りたいって思う。でも座ずっと座ってるのもきついけど立ってるのもしんどいね。え、審判めっちゃ給料、そうなんだ。でも給料良くても嫌だな。ちょっと私は無理ですね。ねしんどいよね。うんと思う。いつか審判も全部 AI になるね。そうなったらすごいですよね。なんか。ね、なんかバレエとかもさ、なんかコート自体にさ、その白い線自体にさ、なんかセンサー組み込んでさ、インカウとか判定できたりさ、野球のホームベースに組み込んで、もうなんかちょっと触れたらセンサーが反応するとかさ、そういうのになったらきっといいですよね。大変ですよね。でも今日のね、巨人とねカープの試合もね、なんかリクエストマジで何分かかったっていうぐらいね、めっちゃ長かったから、そういう時に AI とかさあったらいいんじゃないかなって思う。試合の流れが変わっちゃうこともあると思うのでね。サッカーで割れそう。サッカーもね、野球はリクエストで、バレーはチャレンジ。高校のね部活の時もねチャレンジ使ってたよ先生。でも高校の試合でチャレンジ、チャレンジあったっけ？いや、やってた気がするな。なんかフラッグマンがあまりにもおかしな時に、あれ覚えてないや。もうでも先生チャレンジって言ってた気がするな。覚えてないな。いや、やってたか。呼んで話し合ってたかな、主審とフラッグマンとか副審とか。いや、あったかもしれない。あった気がしますね、高校でも。確か覚えてないけど、あんまり。まあでもね、結局は分かんないですよね。本当ね、結局は分からないんですよ。どっちかとかね、見方とか角度とかにもよるしね。何分までやろう、本当に何分までやろう、本当に何分までやろう。蚊がいる疑惑あるんですよね、家に。
顔嫌だな、顔は嫌だ、本当に嫌だ、唯一、ああ嫌だ、本当に困る、顔はね困るよね。なんか物体は見てないんですけどね、なんかいる気がするんですよ、なんとなくね。多分いないと思うんですけど、いる気がしますね、わからないそれは。でも顔殺すとね血が出てくるから嫌なんだよな。だからふわっとやりたいんですけど、ふわってやると手の内側をね刺してくるんですよ、あの人たちは。困りますね非常に。でも蚊がいないからな、ね、ちょっとかわいそうよね。逃がせるもんなら逃がしてあげたいけどさ、刺すから嫌なんだよ蚊は。でも蚊の鳴き声ってさ、なんか若い人にしか聞こえないらしいよ。なんか年を取ったら聞こえなくなるらしい、蚊の音って。なんか若い時にしかね聞こえないらしい。でもさすがに耳元に来たら気づくんですかね、ちょっとその辺はよくわからないけど、さすがに超耳元に来たら気づくよね。さすがにこの辺に来たら気づきますよね。でもなんか言われてますよね、よく。人によるかな、どうなんでしょう。今日椎茸食べた急に何か昔椎茸すごい嫌いだったのにさ、本当に嫌いだったんですよ、食べないぐらいね。なんかさ怖いよね、大人になるってこういうことなのかな。なんか椎茸に醤油つけて食べたい、焼いて食べたいなってめっちゃさなってさ、椎茸つけてポン酢にして食べた、普通に焼いて美味しい。だからさトマトもさいつか好きになる時が来るんじゃないかなって思いますね。しかもなんか椎茸とかすごくちっちゃくしてとかしか食べられなかったのにさ、あと丸ごとあんまり好きじゃなかったんですよ。炊き込みご飯とかお味噌汁に入ってるちっちゃい椎茸は食べれるけど、なんか椎茸をなんだろう、かさごと焼いて上に醤油とバターかけて焼くみたいな、そういうのあるじゃないですか、そういうのとか絶対無理だったんですけど、今日椎茸丸ごとも洗って茎だけ切って焼いて食べました。もうめっちゃ美味しかった。そうだからさトマトもいつの日かからか好きになる気がしますね、ちょっとわからないけど。でもホルモンもちょっと食べられないし、意外と食べられないものはいろいろあるんですけど、わかんないです。なんかふとねなんかめっちゃ椎茸食べたいなあのね気持ちに、ね、なったんです。ほんと美味しい。なんかそうで今日ポン酢で食べたんですよ、結局醤油にしようかなと思ったけどポン酢で食べたんですけど、なんかちょっとだけかけて食べたんですけど、なんか椎茸って美味しいね、普通にびっくりした、美味しい、非常に美味しいなって思った。だから明日も椎茸食べる、超美味しい。だからさ焼き鳥屋さんとかさ行きたいって思い始めた。椎茸の丸焼きとかあるじゃないですか、椎茸の丸焼きっていうのがちょっとわからないけど、そう美味しい、
生産者喜ぶ、確かに。なんかでもね、昔ね、あのおじいちゃんがね、山でキノコをね育ててたんですよ。それでね食べたことあるんですけどね、なんか別に美味しいと思わなかったし、好んで食べてなかったんですけど、今になって気づいた。椎茸協会がないって言うのかな。いや私キノコのお仕事来ないかな。なめこめっちゃ好きだしさ、なめこ育ててたしさキノコのお仕事来ないかな。に日本キノコ協会とかないのかな。すごいキノコ好きになった。まあゲームだからダメか。中3の頃、中学生の頃、狂ったようにゲームでナメコ育ててましたとか。キノコの美味しさをいろんな人に伝えるっていう、あのあれです、お仕事。ね、分かんない。でもね、リンゴ酢協会のね、あのね、宣伝隊長にもなりたい。リンゴ酢も大好きだから。そんなこと言ったら全部か、全部ですね。キノコ美味しいよね、確かに。あのお菓子のね、キノコとね、タケノコだったらね、絶対キノコだしね。なんでタケノコってさ、一口で食べたら終わるけどさ、キノコはさ2個噛むところがあるから。あとはね、ハムスター協会のね宣伝隊長にもなりたい。ハムスターめっちゃ大好き。あ、ジャンガリアンハムスター宣伝隊長になりたい。ジャンガリアンハムスター好きだから。あと保護犬と保護猫の活動をしたい。それはもうずっとしたい。なんか行きたい、なんか本当にお仕事じゃなくてもいいから、行っていいなら行きたいですね。あとなんか散歩とか してあげたいって思う。うん、そう、ハムスター飼ってたしね。ハムスター飼ってたし、ねえ本当に、うん、保護犬とかさ、なんかそのなんだろう、保健所じゃなくて、なんかそういうところにね、でなんかやりたいですね。と思ってるけど、うちのワンちゃんもなんか保護犬だからさ、なんかさねって思うね、すごくね。でも将来は絶対ね、あのもっといっぱいね飼うよ。モモンガも可愛いよね。モモンガも可愛い。モモンガ、袋モモンガもめっちゃ買いたいって思う。将来絶対に買う。ポッケに入れてね、買うよ。広島は自治体体の美容がしっかり、うん、そう、あのね、だから私ペットの、そのペットだけじゃなくて、なんかペットをさ、飼ったらさ、いろいろいるじゃないですか。ケージとかトイレとか、お洋服着せたりとか、
いろいろあるけど、そういうのも全部ペットショップで買わずに、保護犬協会がやってるお店で買ってましたね。全部募金になるところで買ってました。犬に必要なもの全部普通のペットショップじゃなくて、その買ったお金が全部その保護犬とかに、当てられるお店で買ってました。リードとかトイレシートとか匂い消しのスプレーとか、そういうのも。そうそうそう、うん、会いたいな犬。ペットショップね、どうなんだろうね。命に値段をつけるのはいかがなものかって思っちゃうタイプなので、嫌だな。もし自分が反対だったらって考えたら、ちょっと深いですよね。ペットショップがどうのこうのっていうより、なんか命に値段つけるの自体がちょっと信じられない。そう、なんかこの子はブチがあるから、なんかめっちゃ値下げとか、なんだろうな、なんか耳が垂れてるからめっちゃ割引とか、そういうの見ると心苦しいですね。本当にね、そう思う。なんかね、そう、うちのねワンちゃんもね、なんかブリーダーさんがね、うちのひなちゃんブリーダーさんがしてたんだけどね、なんかもともとめっちゃね子供を産ませられてて、あの子供を産めなくなったから捨てましたって。やばくない？本当に信じらんな。ね、機械でしかないんだよ。もう本当にだからちょっとね、かわいそう、泣ける。ねえ、だからふっぴさんはそういう活動をしたいですね。 SKE になってできたらなんかいいなって思うね。本当に私のね好きなバンドの、ね、世界の終わりさんもね、そういう活動をしていてね、非常に素晴らしいですね。だからなんかそういうのしてほしい、してほしい、したい。すごい、久しぶりになんか5000人行きそうな気がする。嬉しいな、ありがとう。最近はちょっとあんま長くやってなかったから。なんかねフォロワーさんもね、もうちょっとでね、ちょっと何人なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけどね、あとちょっとでね、結構すごい数に行くので嬉しいなって思っています。ありがとうございます。
トゥ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 6000、そう6000ね、600人、7000人ではないですね、6700人になるんですよ、もうちょっとで。7000人はねちょっと無理ですね、400人は。そうそうそう、6700、違う、6700人にもうちょっとになるんです。ありがとうございます、いつもね、非常にありがとう。なんか野球のシーズンが始まったので、ちょっとね野球の話をしてっていう人が、ね、多数いるのでね、ちょっとだけはね野球の話をしたりするんですけどね、それ以外はあんまりねしないこともあるのでね、野球好きじゃない人もっていうかさ、誰も気づいてくれないね私さ、今日じゃないよ、今日じゃないんだけど、この前髪切ったんだけどさ、やっぱり誰も気づいてくれなかった。今日じゃないんだけどね、ちょっと前にね切ってね、ちょっと言われるまで黙っとこうって思ったんだけどね、数日経っても誰にも気づかれなかったからちょっと言っちゃった。短くなった、でも出してないからかな、わかんないよね、わかんないようにしか切ってないから。でも20センチぐらい切ったんだよ、アーシャと同じね髪型にしたんだ。ほらめっちゃね長かったけど切った。まあね、気づかれる長さにするとねアウトなのでね、壁車、今の壁車と同じ長さなので戻したっていう感じですね。でも20センチぐらい伸びてた、思ってたより。なんか10センチぐらいいいだけっていう予定だったんだけど、壁車の長さなら20センチぐらいだったんですよ、本当にこれぐらいなくなった。だから今劇場に貼ってある壁車の写真と全く同じ長さになりました。この自粛中で本当にめっちゃ伸び、自粛中からもあるし、自粛中に行けなかったっていうのもあるし、去年とかちょっと年末とかはちょっと忙しかったのでね、毛先とかね全部ねパスってなった。あでも確かに出てないもんね、これぐらいしか出てないの、確かにこれぐらい切ったらさすがにねみんなが気づくもんね。でも美容師の人にさ、いつかやってみたい髪型ありますかって言ってね、肩につかないぐらいのショートがいいですって言ったらね、なんか藤本さんの場合は髪がめちゃくちゃ多いからなんかすごい大変なことになると思うよって言われたので、ショートにできないと思いますね、いつか昇格したとしても。そう、汗とかかいたりとかしたらなんかすごい広がりやすいかもって。そう、なんか髪が割と少ない人とかだったらなんかいい感じでこうなんだろうな、くるってなるけど、めっちゃ多いのでなんか思ってるような髪型にはねなんないと思って、これぐらいにしたいんですよね個人的には。でも思ったようになんないって言われましたね。いやうん、これぐらいのね髪型にしたらね、多分ねドライヤーが10分で終わりますね。今だって25分ぐらいかかってますもん、私お風呂から上がって。本当にやってらんないです。暑いもん。ゆうちゃん、そうで乃木坂のさ江田さん切りましたよね髪を。かわいい、かわいいですね。でもあれぐらいに切っちゃったら次ロングにするってなったらすごい時間かかりますからね、ショートにするときには勇気が必要です。
ね、ちかこさん、そう、ちかこさんもねバッサリ切りましたよね、本当に。でも結構バッサリ切ってさ、またこれぐらいのさロングとかにしたいなって思ったらさ、あの結構なね年月がかかるんですよ。でも今はエクステっていうなんか髪を足したりとかできるから、まあ便利な時代になったというか、気分的には変えられるけど、あれはお手入れが大変だからさ、そんなゴシゴシゴシってできたりしないと思うので、自分の髪でロングにのするってなったら大変だから。ね、なんかさ今韓国とかで流行ってるさ、なんか一つのさラインなんか、そのなんていうの、アッシュってなんかここら辺に色入れるだけなんですけど、そうじゃなくて超細い、もうこれぐらいの見えるか見えないぐらいの細さの銀のテープを一本だけやって、ちょっとキラッとさせるみたいなのがあるらしいんですけど、なんかすっごい可愛い。カラーしたことありますね、大学生の時代に。でももうあのカラーしたところはもう今はないですね。もう2年以上前なので、茶色だった時は1回、でも2ヶ月だけ、夏休みだけ。でも髪伸びて切って、もう普通の地毛が伸びてから1回も染めたことないので。でもね、抹茶色にしたことがないんですよ。なんか気づかれるか気づかないかぐらいの色でしか染めれなかったんですよね。バイトとかもあったので、そう、なんか光に当たったら茶色ですねっていうぐらいで、普段はもうあんま黒地毛だねって言われるぐらいの色だったので、普通の茶色とかにしたことないんですよね。そう、本当にこんな感じの色でした。なんか黒茶色みたいなギャルじゃないですね。学校がめちゃくちゃ厳しかったので染めちゃダメだったんですよ、基本的に。そうでもなんか大学生ってみんな染めるじゃないですかね。だからさ染めたくて夏休みだけ染めてたんですけど、でも結局バイトもあるから、バイトもねそんな茶髪にできなかったから。でも染めるっていうことは経験してみたくて。そうなんです、本当にこんな感じだった。今染めたい願望ないですね。黒がいいかな。でもね、いつか昇格して好きな髪型できるようになったら、ちょっとなんか一回さ、前髪をいっぱい伸ばしてなしなおでこ出すスタイルにやってみたいなって思う。結構雰囲気変わると思うから一回やってみたいなって思う。リョハさんとかそういう感じのみたいに、もう前髪を全部こんな感じにしない、大人っぽいやつ一回やってみたいなって思う。なんかいろいろやって何が似合うのか試してみたい。今はこの髪しかできないから。思うな。
そう、私のね好きなその板野友美さんとかもずっと前髪ないスタイルだったんですよね。そういうのなんか可愛いですよね。いいなって思う。ずっと昔はねそういうスタイルだったんですけど、そう板野友美さんに憧れてたので、あの小学生の頃とかあの前髪ないことの時期もずっとあった感じだったんですよね。中学校になってからかな、中学校かな、そう中学校になってからなんかよくある女子のここの三角ゾーンを作って、ここをパッツンにこういうまさにこういうさ、あの多分その時々によって流行りの前髪って違うと思うんですけど、私がね中学校の頃とかね、こう女の子こういうのが流行ってたんですよ。今私ちょっとさシースルーなのであれなんですけど、今の流行りは結構シースルーとかじゃないですか。いろんなアイドルさんもそのちょっと前髪すいてたりとか、私の中学校時代はみんなここの三角を作ってこういう前髪がね流行ってたんですよね。そうだから私はね小学校の頃とか伸ばしてたけど、それにしたくて私も絶対ここで切ってこういう前髪でしてましたね。女の子とかみんなこんなんだったな。ここの三角がね大事なんです。みんなこの髪型してたよそう今はまた違うのかもしれないけど、そうそれでみんなと同じにしたくて切ったかな私は。みんなピン、そう私もねそうなんですよ。意味もなくこっち側にピンしたりとか、ここにつけたり、ここにね、まあ、あの直線なんていうのかな、真横にここにつけたりとか、ここのゾーン守りたくてこっちにつけるか、ここに真横に安全ピンじゃないや、なんだっけアメリカピンつけたりとかしてた。それが流行りだったのでね、前髪ない子はあんまいなかった。懐かしい流行りがありますもんね。なんかシースルーとか昔は結構なんか昭和のアイドルとかがすごい、松田聖子さんとかさ、みんななんかシースルーなイメージ、昭和のアイドルの人とかって。だからさ昔はさ昭和じゃんって思ってたけどさ、今になってまたシースルーの時代来ましたよね。だからさまた巡り巡ってまたなんかかっちり前髪が来ますかもしれないですね。そう渡辺麻衣さんみたいなパッツンが流行る時期がまた来るかもしれない。今もまた来てるからシースルーまた来ると思う。どうなんだろうね、男の人の流行りは何なんだろうな。でも小学校の時さなんか男の子でさエグザイルのさ誰だっけボーカルの淳さんだっけに憧れてさ、ここにさ坊主にさここにさライン入ってる男の子とかいたよ、小学校低学年の頃かな。そうなんかここだけねそなんか全部は坊主でここだけもう毛なくして、なんていうのかな、ラインを入れるのがさ何人かいた。だからそういうのも流行るんですかね男の人は分からない、男の人の流行りは分からないけど、小学校低学年ぐらいの頃にいましたねそういう人。あと普通に全部剃っててここの襟足だけちょんちょんって出しやってやる、ここの10センチぐらいを残す切り方とかも低学年の頃にいたな。だからそういうのもいるのかな。流行りがあるんですかね。でもいろんな髪型とかもさ分かんないけど、今は何が流行ってるんだ。昭和からいた昭和から、へえ、
襟足が長いのがあって、じゃああるんですね。面白い。じゃああと2分したら終わる。20分になったら終わります。久しぶりに1時間やったので。モヒカンが早い。モヒカンってなんだっけ、リーゼントと違うんだっけ。リーゼントは騎士団っていうイメージがある。違う、わからない。髪型の種類でも間違いなくさ、あれですよね、パッツン前髪を流行らせたのは渡辺真由さんですよね。あの髪型をしてましたもん。ガチガチに固めてやってたね。あれは一つの流行りだった気がする。すごいね。絶対にそうですよね。いつからかな、いつからか崩れたけど、もっと入りたての頃とかすごいガチっていう感じだった気が。そう、全然ね、動いても崩れない前髪だった気がする。最近はあんま固める人はいないです。でも私の前髪変力もすごいけどね。最初から応援してくれてる人は全然違うと思う。最初はちょっとね、だんだん研究というか、だんだん変わって、メイクさんにも言われて、これを前髪に しましたからね。これはもう SKE に入ってからの研究の証です。今はもうこの髪型に落ち着きましたけど、最初の方はめちゃくちゃメイクさんにも変だよとか、こうした方がいいよってめっちゃ言われてすごいね。結局これになりましたけど、私の最初の方の前髪も全然違うから、髪型も違うから。そうなんですよ。自分で切っちゃったこともあったし、ちょっとね。そう。これはね、触覚ではないんですね。これはもうね、もっと倍伸ばしてここの後ろの毛にするんです。触覚じゃなくて。そう。でもね、今髪切って後ろの髪がこれぐらいなんですよ。で、元の前髪がここなので、ちょうどね、あと同じぐらい、こっからここと同じぐらいの長さを伸ばしたら、これはもう後ろ髪認定になりますね。そう。可愛い T シャツ、これはソダさんがくれました。ソダさんのお下がりを着てます。今日も最近は半袖。涼しいのでこれを着てます。ありがとうございます。かわいいよね。終わろう。20分だって。20分経った。なんで終わろう。はい。ギフトくださった方ありがとうございました。コメントもありがとうございました。そう、久しぶりにちょっとやっちゃった。ありがとう、みんな。
ありがとうございます。お久しぶりに、長い時間やったから。6000人の人ありがとうございました。6453人の人ありがとう。ごめんなさい、遅くなっちゃいました。みんな今日は木曜日なので、ごめんなさい、何も思いつきませんでした。頑張りましょうおやすみなさい、バイバイ。